日は経営し勝利プロと今泉健太郎プロに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。今日は、鹿児島大会の前哨戦ということで、ドラゴン対決を、やっていただきます。ルールは、JPDA の新ルールに沿って、3球の、ベストの飛距離を取るんですけれども、それを3セットやりますね。なのでそれの、合計飛距離を、競う競技となっておりますので、それでじゃあちょっとやっていきたいと思います。はい、成功方向をちょっと決めたいと思います。じゃんけんで決めましょう。じゃんけんなんや。最初はグーじゃんけん、ほいっていこで、ほいっていこで、ほいほい、これ多分ずっと言い訳やわ。最初はグーじゃんけん、ほいっていこで、ほいって勝った。え、俺先行どっちがいいですか。あ、高校がいい。高校 で、はい、高校で、今泉さんが高校で、はいはい、じゃあ先行で、じゃあ準備お願いします。はい、お願いします。お願いします。なんかええな。幅は何ヤードにしますか。幅 30?30でいきます。30でいこうか。大体30でいきます。さあ、まず3球いきましょう。お願いします、はい、お願いします。飛ばすんやろうな。振るんやろうな。やめろ。やめろ。15ヤード入ってるやろ。あ、ちょっと飛んで。さあ、3球で300付近までいきました。11.6 入ってます。よし。やめろや。残りの2球でこの最大球を伸ばしていけるか。あ、来るな。これも入ってるんじゃないですか。当たり悪い。当たり悪かったです。台出しよう。台打大打勢。大丈夫。あか。さあ、3球しました。これはハードですね、はい、それ3球やってくれたら楽だな。勝ちたいから1番。え、何本やったっけ。300 10? 321です。21、はい、ほな、行きます。入ってきたんじゃないでしょうか。え、微妙じゃね。思ったより帰ってこないぜ。321。何だよ。入った。並びましたね。これは今のはオフラインほら入ってないじゃん。 1.4 ヤードパーです。面白い試合だねこれ。あかん、これ左や。行ってへんわ。いいね。社長の目が怖いぞ。社長の目が怖いぞ。お前負けるんだねえよみたいなプレッシャーが。優しいね。そうやった。できればカメラに映ってほしいぐらいの目だったな今。残らへん。さあ、今泉先生3球終わりまして、記録は0です。これはファウルじゃないか。距離は319ヤード、19ヤード、4ヤードファウルですね。よいしょ。めっちゃ難しいな。むずいんすよ。
かな。思ったより右にそのまま行って、マネージ好きやな。いやーファール、あれでファールなんだ。これファールだよね。これファールですね。うん。狭いですね。狭いですね。その狭いのに先に入れられてんだって。これそこの色違い何本分なんだろうね。これは入ったでしょ。これもう打たなくていい。嘘やん。やばい、マジで、あらららら、飛んでるけどね。置いてるやん。2セット目が勝ちやね。2セット目は取りましたね。次3セット目だね。はい。340と321です。さあ最終セット、うわ、全然入るなんやこれ。お330、おお、お入ってる、なんかカッコ落ちちゃってる。あ、マスク、あ、マスク、なんかスマートでしょ。いや、これはそのオフ入ってんの。入ってます。これはおー、全然余裕やん。これはファール。距離出てますけどね。350。ファールはファールや。ファールはファール。はい。ファールはよう飛ぶね。ファールはよく飛ぶっすよね。俺もトランシーバーでよう打ってる。ファールはよう飛ぶ。いやー、350、321と340何倍やから。今井さんもさっき340ですね。うん、だから321に大丈夫。そんな打たなあかんねや。321のハイアンドローで、いや、もうすぐおっちゃんの部類やで。しんど、よし、行きます。おー、もらったっしょ。おー、もらったっしょ。勝ったでしょ、これ。どうなん？320は超えた。枠や、枠。さあ、あとは枠に行けるか。枠や。入りました。おっちゃんに負けとったらあかんて。その調子で鹿児島負けといてな。いやいや、鹿児島負けないです。はい、はい、で終わりまして、はい、結果経営日選手321ヤードと、340ヤードの、はい、合計になりましたね。で、今泉選手が、340ヤードと345ヤードで今回は今泉選手の勝利です。では今日の一応スペックを教えてください。はい、僕からですか。はい、ヘッドはまあトキシックの、6度、6度、はい。で、シャフトはいつもながらです、バーンの Z1 です。バーン Z1、はい。で、ケイニス選手はヘッドはトキシックの6度、はい、6度、はい。で、インパクトボロン、リボルバー、リボルバー、はい、の、S ですね。S ですか。はい。で、もう一本が、はい、ヘッドは同じで、イノベーション1の X シャフトです。この4をちょっと使
使い分けてる感じですね、はい、でもイノベーションの方がなんかちょっと短いそうですね、こちら短くしてます。背、はい、でかいのに短かったら余計短く見えるよねそうですね、スプーンでも売ってるんかって感じで今回はじゃあ、今に勝利ということで、はい、またちょっとね、こういう企画をまたやっていきたいと思います。はい、また、はい、あの参加よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、次も勝つ